すぐ忘れちゃうからさ、なんかここで喋れるようなことをメモしとくのね、うん、でも酔っ払ってメモしたりしたら何が何だか分かんないのもいっぱいあって、うんうんうん、今見たら、うん、解明したいんですよ。それ解明しようよ。思い出は焼かなくていい、焼くのは私だけって書いてある。絶対分かんない。多分おばあちゃんが居酒屋とかでおばあちゃん同士で話してたんだよ。この前おじいちゃん2人、久々におじいちゃん2人の、うん、その1000円を押し付けるやつ。あ、いいからからいいから、いいから俺が出す、いやいいからいいから、この1000円の行ったり来たりを久々に見てなんかほっこりしてる。おじいちゃんレベルになったらさ、金額とかじゃないじゃん、本当に重いの。重いのラリーだよね。本当にいいんだってっていうね。いつ終わんのかなと思ってちょっと見てたんだけど、全然終わんないからいいやと思って。居酒屋のさ、うんうん、居酒屋に行った時に店員さんがちょっとイケメンのお兄さんがいて、うんうん、お兄さんがその、マダムっぽい、うん、おばあさんではないマダム4人、うんね、マダムはさ、いくつ50ぐらい、もうもはや私は マダム駅だと思うんだけど、側に入ってる ね40代から、ね、そうだね、そうだね、うん、ただ俺が見たのは50ちょっとぐらいがマダムの感じだと思うんだけど、ドンパだ、そうドンパ。ちょっと小綺麗な人たちがいてさ、でガヤガヤですごい楽しそう、久しぶりにみたいなやってて、うんうんうん、で店員さんが来たら、イケメンね、そわそわちょっとざわざわ、ずっと一人はこう見えてるの、あのホールの方をこう見てる人は気づいてて、ずっとあの人って見てる感じで、お母さんにはこっちガヤ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 なんだけど、その店員さんがこう近くでこう注文聞いたりしてる時に、あ、このお店テキーラもあるんだ、その、うんうん、の人が言ってて、テキーラあるんですねってこうやって人、うん、その時全員があイケメンだって気づいて気づいた時に、テキーラあるんですね、あ、テキーラですねって、その会話何と思いテキーラかって言って、テキーラあるだろ、で、そのイケメンもイケメンだから、分かってんだね、うん、やっちゃいますかっていう一言をね、そこで言うの、できる子と思って、やっちゃうよ、もうしょうがないよねみたいな、その一言待ってる感じで、テキーラガンガン行き出して、そっから行き出して、すごいね。で、そのイケメンがずっと持っていくじゃん。イケメンいくつぐらい？イケメン20代、あ、20代若いのに、聞くね、そう、すごい話しかけるじゃんと思って見てたけど、いいね、それはもうさ、チタともに認めるイケメンなの？イケメンだと思う、何系？チタは分かんないね。でもイケメンって分かっててやってると思うよ、慣れてるっていうかさ、そうだね、ちゃんとしてる。何系のイケメンなの？優しい感じの、なんていうの、あの中性的なイケメン、誰っていうのが分かんねえな、ソリマチみたいなイケメンじゃないけどね、濃くない韓流風なイケメンっていうのかな、お化粧とかしないけど、表になりそうです ね、ウケるね、スラッとしてるし、ウケるな、全員がイケメンって、もうそれの声出ちゃってる感じがするもん、ね、みんなの目がパッツッ、出せ出したらいい、もうイケメンって言えばいい、かわいいな、それまでガーハーの笑いがちょっと変わる、あるだ、その笑い方が変わる瞬間で、ね、そういうのが見たあーって思う、なるほどね、いいなおもろおばちゃん同士の飲みは楽しいよね、だって私もやっぱ同級生と飲むの楽しいもん、今、うん、中学校の時の友達とかと飲むともうガハガハ言っちゃってやっぱりあれなの、女子でもちゃんと後半になると同じ話ばっかりするの、いつも毎回会うたび話する、ああ、うんうん、大体同じで、ほら年に1回ぐらいしか会えないから、その間にまあ最近どうはもちろん話すけど、あ、まあ、結果その学生の時の話になる、あの時ああだった、うん、そうそうね、一面のヤヨっていう子がいて、ヤヨはもうすごいもう飛び切り明るいっていうか、だけどその明るさゆえこう学生時代に、まあ、結構やらかしてるっていうか、ヤヨの被害者みたいな人で、ヤヨのいたずらが過ぎて被害者がもうたくさんいる、でも、まあ、結局友達なんだよ今もずっと、ずっと友達で、ヤヨはこの間地元に帰って、なんかあの久しぶりにみんなと飲んだらしいんだけど、その時にみんなに、なんだお前謝罪に来たのかって言われたっていうのを聞いて、でもヤヨは本当マジで悪気ないから、当時もないし、
なんならちょっと本当にごめんと思ってるわけ、その無自覚な自分が恥ずかしいぐらいに思ってるわけ、いや楽しいことがただただ好きだっただけで別に傷つけたかったとか本当なくてっていうのでごめんって思ってて、だからまあ結果ヤヨがみんなより明るすぎたんだねっていうところでごめんそう明るすぎたんだ、明るすぎって言って、そうこの間話してたけど、いやでも本当すごいんだよ、もう人間大好きヤヨちゃんだから、人間大好き、いや人が好きって言い切った人すごい、私結構初めてって自分の周りで感動した、なんか人が好きって言って、でなんかその医療で働いてたんだよねちょっと前まで、で結構あの過酷というかさ、看護師さんじゃないんだけど、まあ、リハビリの介助みたいな結構大変な、こう大きい事故に遭っちゃってさ、もう心も体も傷ついちゃってこう塞ぎ込んじゃってる人たちとか、なんかご高齢の人とかを相手にしてたんだけど、まあもうみんなを虜にするし、みんなの心の中に入っていくしね。いいね。いやなんかすごいなと思って。そういう人いるよね。いる。もうどこでも大活躍。いやよ。そう。生命力強いみたいな感じのあれなのかな。そうそう、頭超悪かったんだけど。そうあれ地球、地球は。あ、そうそう、地球の中に住んでた。住んでるって。丸の中にこう。人が住んでると思ってた。そうそう。だからあの、ノストラダマスの大予言の1999年を前にした、当時学生、高校生ぐらいの我々は朝方まで遊んでて、うん、で、その時に、いや、なんかもうそろそろだね、みたいな話になって。もうそろそろじゃねーとかってなって。でも、ヤヨは、なんか、あれ地球に大きいロープを作ってみんなの知恵で、で地球をぐるって回せば1日過ぎちゃうわけだから、だからそれでなんかその日をやり過ごせるんじゃないみたいな感じで言うわけで、私はでもそんなことしたら人が潰れちゃったりとかするじゃんって、建物も肉も潰れちゃうじゃんって言ったら、なんか全然話噛み合わないわけ、あみたいな、何言ってんのみたいな、もしかして上ツルツルだと思ってる、地球の上ってツルツルだと思ってる、みたいな、いや中に住んでると思ってるって言うと、おーみたいな、そうそう、じゃあロケットとかはこっから飛び立った際どうしてると思ってたのみたいな、言われてみればみたいな、あそうそうそう、真ん中の方、球の真ん中に内側に、内側に人が住んでると思ってたの、中に人が、へー振動からすると考えられないでしょ、なんかフラットアースとかよく言うじゃん、うん、平面だみたいな、あそんなお話、そういう話じゃない、高次元のお話じゃない、こう周り、いやむしろむしろ高次元だけどな、大きいロープをかけてロケットでビュンって一気に回れば一日回るじゃんみたいなそうそうそう、明るいでしょ、明るい、そうそう、だから皇居は遊園地だと思ってたからなんでなんでって言われてもそう思ってた、あそう、うん、あと島と鳥は同じ感じだと思ってたそうだ明るさ、だって島で謝ってそうだね、そうだお仕事辞めるときに送別会を7回職場の、ね、それか、そうそうそう、すごいでしょ、ね、愛されてるよね、7回開催されてもう助けてっていうぐらいそう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 、何の話してた、ヤヨの話、ヤヨの話でした、あどうなる、大丈夫そうちょっとずらそうか、じゃあおかげさまで3月17日のやりたいだけ3ベースメントは無事終了しているということですね、皆さんありがとうございました、そうだとありがとうございました、で俺東京のライブが今週金曜日、3月22日、渋谷チェルシーホテルにて毎面5億円のイベントですね、ニャロフェスボリューム7ということでヌードルスとスリーバンやりますので、ぜひ遊びに来てください。
そして3月24日日曜日、堺ファンダンゴにてやりたいだけ3ということで大阪開催が控えております。その他来月ですけど、4月14日日曜日福岡ユーテロ、4月21日日曜日札幌サウンドクルーということで、続々ライブお待ちしておりますので、ぜひ皆さん遊びに来ておくんなまし。ではまた。若く誕生日だそんなことある？自分は暗く終わるじゃんそんなことある？本人がご発表することある？あれ、うちの母ちゃんが昔俺がちっちゃい謝ろう、危ない、謝ってないじゃん。じゃじゃ、母ちゃんが、母ちゃんが、うん、あのおなんか出せよ。自分の誕生日の時に、うん、いきなり食卓でハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデートゥーミーって早口歌い出したことがあって、それを思い出してんだよ。覚えてるんですよ誰も言ってくれないから。危な、今月ウカ君誕生日やん。危なって何？ああ、そっか、まだ来てないって。そうそう、放送的にはあれだけど。じゃあ放送的にやろう。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。おしまい。